よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。今回はね、ホームラン編に行こうと思いますが、まずはね、子供の時のね、イベントをやっていこうかなと思います。駄菓子の前でイベントがあるらしいんですけど、ないなぁ。来ないなぁ。普通の空き地だね。もうどうでもいいわ。じゃあ、来るまで。カットしまーす。お、いるじゃん。2日目でーす。ここで買うんかな。お、来たー、来たー。挑戦士ドラゴンチョコ買おうっと。やった、大当たり。挑戦士ドラゴンベルトだ。なんだそら。お、お兄ちゃんいいもん持ってるじゃねえか。俺もそれ欲しい。これ僕の。いただき。僕のドラゴンベルト返して。ほらほら、返して欲しかったらドラゴンキック。完全に男や。どけどけ、このガキ。お、倒した。すげえ強え。つえー、ほのかちゃん強えぞ。ほら、これはお前んだろ。ほのかちゃんじゃねえの、ほむらちゃんだな。あ、ありがとう。しっかりしねえと、挑戦士ドラゴンに迷惑かけるぜ。確かにな。じゃあな。うわ、完全に最初でもこれ見たとき男の子かと思ったけどな。まさか女の子とは思わんやったわ。男の子って書いてもで、あとはね、河川敷の方に走ってると、ほのかちゃん、ほむらちゃんが来て、あれだよな、25号、29号のな、イベントがあるんだけど、じゃあそこまでカットしまーす。来たー、来た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 、急に来てびっくりしたー。うん、いいや。何するの？挑戦士ドラゴンごっこだ。俺がドラゴン役で、お前は怪人役な。やだよ、僕もドラゴンがいい。あったら変わってやるよ。じゃあやる。絶対変わってよ。わかったわかった。よし、やろうぜ。僕もうそろそろ帰れなくちゃ。仕方ねえな。ん？ロボ？迎えに来てくれたのか？あれ？俺これ見たことある。やったな、どっかで。ただこいつの名前ロボだったっけ。いいなぁ。ロボとは親友なんだぜ。あー、で、この犬がでかくなるわけね。なるほどね。じゃあな、また遊ぼうぜ。キャンキャン。ワンワンじゃないよね。キャンキャンなんよね。はい、というところで、こっからは、また、高校編まで行きたいと思います。よーし、ここまで来ました。とりあえず、文化祭じゃなくて、あれだ、生徒会に入りたいと思います。俺が方だ。生徒会。に、とりあえず、入会して、合宿の時に会うのだが、待てよ、合宿の時に会ったらあれか、ダメだな。したらあれやな、この年、99年の年に出会ったで、ときめき度を上げないといけないから。マジか。じゃあ一旦寝るか。一旦寝まくって110にしよう。うん、110にしてからまず出そうホームランを。で、ときめき度をね、とにかく上げまくって、神社に行かないとな。神社に、7月の25日にある神社に行ってイベントを起こさないといけないな。まずこれからやろう。お、
やっと出てきた。おっそ、もう5月だよ。やば、普通に1ヶ月ぐらい経ったわ。で、ここでホムラが初めて出てくるところで、でこっからときめきでもね、バシバシ上げていこうかなと思っております。子供の時とは全然ちゃうな。ホームラン。遅刻はご飯。じゃあやっていこう。あっしー。わり、テレビ見てたら遅れたぜ。かさぐれさせよ。そこ突っ込めよ。ということで、ゲームセンターに来てまーす。ゲームは好きだと思ってたよ。その通り。さあ、遊ぶぞ。お前どこ行ってたんだ？姿見えなく。これなんだろう。パズルゲームで女子と対戦してた。これ最悪やな。どうしようかな。絶対一番上がいいな。最新の格闘ゲームで対戦した。私を誘えよ。その台どこにあんだ？マジかよ。まあ、くそ。よし、来たぞ。デート。この言葉はもういいわ。この水族館すごく人気あるんだ。へー、そりゃ面白いって。あ、入ろうか。さて、マグロの群れだぜ。すごく壮大な光景だな。刺身醤油で食べたら美味しそうだね。マグロ泳いでないと死んだ。うわー、俺どうしようかな。ホームランは難しいんだよな、こう選択が。刺身醤油にしたら食べたら美味しい。私もそう思ったぜ。本当きっとバッチリ完璧。すっげえ遊んだ。やったー。さて帰るか。やったぜ。来たぞ。あ、どうした高井さん、今日は誕生日だろ。これ誕生日プレゼント。待ってたぜ。じゃあ早速開けてみてよって。そんな大きさじゃないと思うぞ。これサンドバッグだぜ。サンドバッグ、あの殴るやつだぜ。あ、でっかいやつだぜ。その開けてみてよっていうレベルじゃないと思うけどな。よかった、すごく喜んで見てる台だ。髪型もバッサバサやな。よーし。悪い、寝坊した。寝坊しすぎだろ。そうなんだ。じゃあ仕方ないね。そうなんだよ、布団の気持ちよさ、あの誘惑に勝てないね。わかるわ、めっちゃわかるわ。というところで海に来てます。どんな時でも入れると気持ちがいいね。何かいいこと起こりそうな気がするよ。の天気のやつだな。じゃあ雨の時はどうなんだよ。最悪やね。え、雨の時？それはその時のお楽しみ。さあ行こう。まあ女性はね、濡れたらね。向こうのあの島まで競争しようぜ。遠いからやだよ。その前に準備運動してからな。その勝負乗った。よし、スタートの合図は3回目の波が引いた時だぜ。バッチリ完璧。完全に子供だな。すっげー遊んだ。大門やったぜ。よし、神社に来てます。おい、あ、やっぱ浴衣じゃないんだな。なんか楽しくなさそうな顔してんな。あ、赤井さん。今早いな、お前。今来たところだろ、俺も。なんだ、まあ、それはいいや。早速遊ぼうぜ。なんか射的しそうな感じやな。やっぱ祭りはいいね。好きそうだもんな。そうよ、天下と祭りはサンドの飯より、うん、まあ同じくらい好きだぜ。あー、そうか。まあ嫌いなより好きな方が誘った甲斐があるよ。こんな誘いなら毎日でも OK だぜ。まあ毎日とかはないけどな。さてどこからって、赤井さん。えいやー、これもイベントの一つなんだよな。いや、行動力のある女の子やね。めっちゃいいや、それいいや、それいいよ。
長っ。さっぱりしたぜ。さっぱりした顔じゃないよ。本当に好きなんだな。だからそう言ったじゃねえか、変なやつ。まあ、そうなんだけどさ。何するんだ。お、こっからか。金魚すくいだよ、もちろん。いいの選ぶぜ。終わったら次私な。期待に添えるように頑張ってみるか。まあ、肩抜きがな、ちょっとな、下手すぎるからな、俺な。やるじゃねえか。あ、5匹か。下手になったな。なんかずーっと5匹な気がするわ。また来てくれよな。あ、なんか全然全然前回ぐらい、10匹ぐらい取ったような気がするんだけどな。やったー、すっげーぜー。うえ、5匹だけですげえ、割といい印象は。これ多分6匹からだったような気がする。確かバッチリはな。楽しかったぜ。やっぱこうでなくっちゃな。ここのあの立ち絵ちょっと変えてほしいな。あのなんかすげえ楽しそうって感じがないな。さて帰るか。じゃあまたな。あ、でも声優さんいいな。声優さんいいぞ今回。よーし、ちょっと早く来すぎたかな。赤井さんまだ来てないよ。というところで、だからさ、お前傘させよ。ということで、今回は遊園地に来てます。遊び倒すつもりだったのに、空の野郎あれ模様だぜ。乗るもん限られるじゃねえか。ほんとな、遊び勝ったものも何度も乗れば遊び倒せるだろう。頭いい。それで、うん、まあそうだけどさ、どっから行くんだ。メリーゴーランドじゃなくて観覧車やな。メリーゴーランドはあれやな、選択肢も嫌やし、実際にあるのも嫌やな。観覧車って乗ってみようと思わないんだよ。なんでや、これを機に好きになるかも。ま、乗ってみようよ。眺めは良かったな。どうしよっかな、眺めが良すぎて怖かったよ。全てが身内は見ないって面白かったよ。見下ろすと偉くなった気がする。うわー、これはね、いやどうなんだろう。うわ、これ難しいな、選択肢。ホムラはね、ちょっとね、ストレートに行っちゃいけないんだよな。ちょっとひねくれたな、返し方がいいんだよな。すべてが見えちゃうみたいで面白かった。それわかるで。手を伸ばせば届きそうな感じだ。バッチリじゃなかったな。まあ楽しかったぜ。今度はもっと楽しいとこで遊ぼうぜ。うえー。今回ホムラはマジで期待してんだぞ。頑張れ。よいしょ。今日から合宿だって。新井さんが悪いんだ。あいつが仕事貯めるから。よう、今日から合宿だ。しっかり働けよ。それはお前だって言ってやりたい。言ってやれよ。あれ学校なんだね、合宿というよりも。てか生徒会で合宿って。会長が逃げたぞ。逃げそうだな会長。何、みんな手分けしてさ捕まるんだ。赤井さんどこ行ったのかな。うわ、なんこれ、校長室だろ確実に。ん、あれは。うわうわ、逃げられてしまった。お、そうだった、花火大会すっかり忘れとったわ。次のイベントなんかなってちょっと調べよったわ。大村ちゃん行くぞ花火大会。あー、でもあれなんかな、服はあれなんかな、あれもしかしてあれなやつ。そのままじゃねえか。まあなんとなくわかるけどな。花火大会って夏の楽しみの一つだよな。今日は遊び凄まじいオーラを赤井さんから感じるぞ。あ、そろそろ始まるみたいだね。まあもちろん花火はいつものように飛ばします。いや、コメントでな、ホムラちゃんね、好きな人がねいたからね、これはね、俺もね、ぜひね、本当に期待してんだよ。本当にマジでね、俺をキュンキュンさせてほしいわ。やっぱ日本の花火はすっげーな。世界に誇れるっていうのは本当だぜ。あ、てか浴衣とか着らんけん、あのそれの選択肢がないんか。やっぱ花火は4号玉だよ。4号玉ってな、あ、4種類の色かな。写真撮っておこうか。
そうなんだ。プレシューかどうだぜ。うわどうしようかな。うわなんか詳しそうな感じの方がなんか、あ、お前すげえわってなりそうな感じがする。派手な花火なら私は何だって好きだぜ。うわまあこんなもんか。今度はもっと楽しいとこだ。さて帰るか。なんか無難な選択肢を選んでる感じがして嫌やな。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。